オカルト&キングがあります。あります、ね、オカルト&キングがあります。持ってきてくれって言われて目が合ってしまった。無視少年ですか、はい、メンバーシップではやってたけどメインでは初公開。そうだね、オカルト&キングのミラマッチどう思いますか皆さん。結構差出るんですよこれ。ボコボコにされると思うよ。いやそんなことはない。そんなことあるんだって。違う、デスザックだって戦えるの俺は。デスザックのでも恨みを恨まねえかさいよ。これこそ負けられんの俺は。だれでしょ、俺の方が使ってますもん。さすがにスザックは一緒だったけど、うん、俺だって全然俺の方が使っちまってるでしょ、うん、俺なんかこれ全然じゃん。いやけど引きも大事。はい、6枚だろ。いや引き大事だけどさ、引くも引いても俺は負ける気するわ。なんかじゃんけん大事。そこも分かんないもん。じゃんけん大事で勝った方がいいんだよね。勝った方がいいに決まってる。そりゃそうだ。じゃんけん最初グー、じゃんけんポッ、うわーいな。先行はでかい。負けました。あー終わり。やばい、もうやだ。もうハンド見んのもやだ。もう分かんない。ねえ、じゃあ待って、何が、だってデスサーク、デスサークってすごいよ、いい式だよな。違うゲームなんですよ。いや違う、パターンが多すぎんのよ、このデッキは。オッケー、ということを意識しよう。おい、じゃあゴールドロー、はい、これとね、早いな、早いな、ちょっと早いぞ。1回目、はい、2回目、落ち着け、落ち着け、うわぁ、しつけだ、うわぁ、わしわし、うわぁ、どっちすけ、どっち7枚、もう1しすけ、うわぁ、2点が振っ、え終わったやん、もう終わってはない、終わってはない、手はない、そうなの。ちなみにここ回収するのもあるんですよ、全然。そうなの、はい、俺が手札抜き使ってことは、相手も手札抜き使えるってことだからって思ってた、俺も。あえて回収して2段階攻撃した方が圧がかかる。ああ、なるほどね。二段階右折ですか、これは。そう、二段階右折の方が。二段階右折。いいなと思います。おお。怖い。やばい、困った。手札抜きが使えない。どうしよう。手札抜き使う気満々だったね。手札抜きだけ負け筋だから。落ち着きましょう。で、まずここで相手しつけなかったら俺勝ち。あっても結構いかないといけない。やばい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 。もう何の件も多分そういうの使わないでしょ。まあ庭室使うか、とりあえず。それは使えますね。使いどころかな。ポスト切るか、しつけ使いますわ、まあ、とりあえず箱はいいと。落とします。はい、終わり。え、終わり、終わりっすね。終わりっすか。終わりです、うん、あ、はい。ファイヤーもないの。ない、ファイヤーもない。ない。もうね、ないものはない。もうないです。ああ、え？もう負けやんじゃん。そう。わ、二段階右折強っ。二段階右折強っ。わあ、もう。チーズよくいる人。ああ、楽しい。いますね。マッチ戦でもね。ああ、見せちゃった、見せちゃった。ああ、おお。おお、超。メモ。まずい。さすがです。さすがでもないですよ。さすがです。チンパみたいな反応。先輩さすがっすわ。チンパンジーみたいな感じ。いや、チンポだ。わあ。終わり。受験だよ、と。終わりで。おお、あんたもめでんじゃねえか。やるな。ドロー。ああ、死にたい。死にたい。もういいですか。何してんの。もうやめてよ。俺はこうだ。終わり。よし。ここまで良さそうだ。イワシか、やりますね。おい、おー、やりますね。まあ、けどけどね、まあまあまあやるからな。埋めます。はいはい、3マナ。まさかあれか。まあまあ、ビーニングスタートだ。おっと、ラストですね。終わり。さあラスト。わあ、イワシが強っ。復活の見てえな、それ。はい、復活の見。癒し効果。癒し効果でいいかな。ヒラでもしてまーす。いかないかな。はい、ドロー。はい、チャージ。今のいいプレゲン。はい、今にドロー。アンダーケインデッドダム。アンダーケインデッドダム。はい、シコスト。オングザ085。うわぁ、でかいな。なんか立てん。でかいですよこれ。なんか墓地じゃん。これ墓地です。モールス回収。よし、
イワシ。見て。イワシ。おいで。そちらの破壊の儀どうしますか。こちらの儀も使えます。なんかもうさ、お見通し感やばいな。どこまでさする余裕がないんだって俺は。正しいプレイを取るのにさ、必死でさ、デスザグだったらもうちょっとキツバイさんのこちらを任せないと。いや、それは難しいけどさ。大丈夫です。はい、まあ、こちら使う、まあ、だろう。それはだろう。はい、よし、使うだろう。はい。はい、どうぞ。で、あの破壊はなしですか。はい。使ってもらった。どうする。思ってたの違うぞ。ダメじゃん、使ってよ。もう破壊をしない、そうしよう。破壊されなかったから。うん。シギバス。はい。デザンかな。はい。ね、デザンだよね。はい。うわぁ、なんだよお前。お前らなんだよ。こっち。わかるぞ。はい。よし、こうか。はい、どうぞ。こうか。はい。で、終了時点で何ですか。はい。天皇か、ファイヤーの線が消えたな。そうだね、ありがてえ、天皇。これで、うわぁ、出てきた、はい、ラビ、ラビ決めます。ダンボールめ、ハンバーダンボール数低いだろ。ダンボール数だった、ハンバーラビでこの時、ハンバーにします。あー、やっぱラビだよな、これ。うわぁ、まだアリアムって感じで、手柄に、手柄に、うわバツ。バツきた。じゃあ、使いますわ。はい。はい。え？そうじゃん。何？俺の手札が取られるのを想像してない。もう俺も想定してなかったですけど、これ。破壊の儀プラスファイヤーのセットがあればあったんですかね。打点足りてるもしかして。余裕で足りますか。ザラスト使ってるから。まあザラスト使わなくても。うん。これ止めて。1、2、3、4、5点。うわ、でも負けってことか。ちょっと待ってる。まだなんかあるんじゃない？うわ、負けか。無理じゃないか。無理だ、負けた。うん、負けました。そうですね。参りました。はい、わかりました。惜しかったな。惜しいね、今の。途中までは良かった。ちょっと悪くなかったですけどね。いやー、なんだよラビリフト。もうそうだったね。オカルトでも取っときゃなんてことなかったのか。なんてことなくはないか。それでバイヤーが来ればだよね。だまだちょっと抗えたかなぐらいの。結果的にここに縦にいたから多分負けてたんだろうけど、まあ、ファイヤー掘れればね、こうだけ掘れれば、そうそれで唯一勝てたかな。負けは負けだ。よくあんだけいったんで、ヒヤッとした。ヒヤッとしたじゃん。畜生だなぁ、畜生。オブザも強いですよね、打点。オブザめっちゃ強いよ。オブザの番強い。だから、ツバイさんが破壊の儀使ってきたら、俺オブザで。あ、まあ、でしょ。オブザを使って、そうですね、ハンデスリブザだったから。そこまで透けて。そうなんだよ。そこら辺のやつだったら取ってんだよ。なんか相手のハード分かんない。そうそう、読まれてるから、もうわぁ、もう使えよと思って。めんどくせぇ。はい。はい、先が後手。いや、お強い。これはい、強いぞ。これはい、行かしてくれ。終わり。これぜ、終わり。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。強い。いったんだ、これ。これいいで、これでいい。よし。
まくりでそれ。これで負けたことあんだよね、つばやさんに確か。あつとイワシン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 まくりましたね。やば。相手全部使ってきて、使っちゃうんですよね。使っちゃうね。そう、興奮して。お金はあったら使っちゃう。だから良くないです。剣入れなよ。入れていいね、あんまいいでしょ。はい、するでしょ。剣だ。うわ、強いぞ。これは強いな。何してる何してる。ファイヤー捨てた。よし。はい。無理してます。あー、無視すはないか。無視すはないと。見てみます。はい。やってくれましたね。うん。イワシン。死ぬってことは、他の黒埋めたくなかったんだ。そうだ。イワシン埋めてるもん。ポールで。ポール。もう。ボールを落としたかった。ラビエラビエシスイワシイワシナノブロン、はい、シスで着地なんで、はいはいはい、で、よしから回転します。ブロマックスします。シスケ対象です。はい、エンダー、はい、ラシスケで、なんで復活するラシスケ、ここかラシスケ、うん、ここから次攻めます。で、なんとファイヤー終わり。うお、ファイヤーかなった。なんかかなった。来たらどうしよう。こ来たら大変でしたね。来たら大変だったよね。すげえ丸けな人だよね、これ捨ててね。でも、しょうがない。大丈夫、いいと思います。いいよな、いいよな、いいんだよな。よし。まだ2ターン目なんだよな、これは。2ターン目で肩で息するでってなかなかないよ、これ。いやけどさすがにセミファイヤーはやっぱ犯罪、犯罪級。え、で、で、俺こっからどうすればいいの。こんな時にフォールとかいると強いですね。よくやりますけど、ファイヤーでアンダーでフォールで相手のマナーを殺してファイヤー出し直してプレッシャーかける。いやけど俺無理しかないとは思うけど。いや別にファルト目でもよかった。他何だったんすか。じゃあじゃあ、俺、墓地に行った方が多分。いやいやいや、違う違う違う、ああ、そうそう、大丈夫だ、うん、俺のハンドは結構、イワシ、イワシ結構。ああ、じゃあ、イワシ埋めでこれはあった。いやいや、さすがに、さすがにイワシ、さすがにイワシ、さすがにイワシ、これないとファイヤーアクセスできなかったから。さすがにイワシ、そんな気はする。行かれるか、さすがに。でもシースに1個使ってるしな。ここでさ、取り使って小細工するよりさ、なんか拳で語った方がいいような気するんだよね。うわ、強っ、大ゼロ。あー、強い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 でしょ。オッケー、 GR するぜ。はい、弾はもう無理です。弾、あー惜しい、終わり。なるほど、自分でやろうか。惜しい、惜しい、復活しないのバレた。復活は諦めたとこ、俺だってこれバンタンしないと返せない。そう、だからバンタンしないでお願いっていうやつ。そうそう、でも ここはね、嫌でしょ。うん、嫌です。うん、きついですね。はい、きついだろうな。はい、はい、はい、しまう。今の剣になるか。はい、今、先にじゃあ墓地の火で。はい、アストラ芝居ておいて。これ俺も墓地使えんのかな。7じゃダメです。ダメ。はい、モールスで。モールス、はい、リス回収。うんうんうん、シスケ、うん、モールスと、うん、剣と、あいつと、シスケ、はい、はい、シスケ、赤いネギ使います、はい、モールス回収です、で、シスケ効果、で、どうしますか、使えません、使うのは満タン、ダメだ、終わります、手が、まあまあ、そうだね、そうするしかないだろう、うわぁ破壊の儀を使います、ここで。はい、じゃあ回収します。はい、よいしょ、すごい、ピッチングしてみて、クリーチャーでも見てもいいんじゃない。うん、じゃあ回収とこっちなんだ。うん、はい、ああ、そうですね、いいです、はいはい、これ使わないですよ、もうファイヤーで。なるほど、押しますって。はい、どうでしょう、どうでしょう、ありがとうございますね。大丈夫、なんかすげえハンドもらってもこんなのもんね。罰じゃダメ、罰じゃダメ、罰じゃダメ、メーターがなんかね、いければ奥玉とも3分の1でしょ、だから奥玉とんですね。うん、
のそうですね。玉くんぐらいしかもうないかな、そこまでいっちゃうと。よし、ここでどうぞ、先行決めます。絶対地に打たる。3、2、ストライクアウト。スパイナス先行。スパイナス先行。終わり。これとね、やめて終わり。よし、取れます。よし、よし、こうか。よし、こう、はい、ほい、はい、どうします。いやー、しょうがない。これね、うん、いけんだ、うん、2枚ドロー。マジか。いや、イワシ行こうか。使います。はい、ドロー。あんだけいいかな。はい、終わり。終わり、終わり。どうぞ。ボール落ち、復活の日。はい、使います。ボール落ち、ボール落ち、ボール落ち。あんだけいい、あんだけいい。はい、でドロー。いや、おお、今のでゲンダ、ゲンダ、ボチノギ、はい、ボチノギ、あー、つらい、つらい、つらいですね、つらいランスだな、これはつらいはず、つらい、なんだこれ、あー、つらい、つらいよ、つばいさん、ボール回収、はい、ね、うわー、なんて男。いいだよ、こんなの。もう終わり。まあ、DV 男っすわ、もうこれは。ザラスト、はい、どうぞ。シス、復活に、はい、多いね、イワシ、はい、お、そうね、はい、おい、どうします。おい、これは負けられない、この展開は。バンタンさせなきゃいけねえな。そうです、バンタンさせなきゃいけないんですよ。一生バンタンさせろ、文句言ってもしょうがないから。はい、はい、17シーバース。はい、こっちかな。こっちですよ。あー、手札が増えない。デッドダウンかな。わかんないな。あー、どうだろうな。俺はこうするよ。はい、うん、こうだ。うん、寿司スケール。するやつじゃないでしょ。はい、ファイヤー必要だと思う。うん、負けじゃないさすがに俺これ。どうやって勝つんだよ。ん、待って、単色引けばザラストから入れるのか一応。うん、だよね。そうです、もう一つとかね。はい、ビギジメ引くしかなくないだって。オッケー、助け。はい、よし、偉いよ。うわ、罰、それ、やばいな。終わりで。
とダメです。使うしかないから使いますよ。うわっ、よし、もうダメだな。太郎、これはこれはさすがに行かれたな。ドロー。あ、カルトでした。カルト。え、何がある？一応シギバーするよ。こっちメタでも受けでもいいかな、ここは。そうだね。っていうことは何でもよかった。ロッキー、ロッキーが何でもよかった。ロッキーも、ロッキーは先手強いんやな。ダメじゃないですか、多分。一応やるけど、これはこれ想定ダメですよ。これは想定。はい、参りました。はい、参りました。俺はすいませんでした。何を謝ってる。みんなで喧嘩売った俺が悪かった。売られてないし。俺が売ったんすか。俺が売ったんすか。俺が買った感すごい感じで。いやー、やっぱ完璧でした。はい、どっかでミスってくれたらね、多分行ってたって試合が多かったと思う。いやー、奥多摩もなんとかなりますね。ね、すごいすごいよ。先バンタン、ね、先バンタン、うわい、よし。いやー、ちょっとやられた、これは。あー、いや、すごい、いや、うまいな。いや、俺はうまいっすよ、ほんとに。うん、いや、もう大好きなんだよ、俺は。一番のファンだからね、オカルトアンダーキングのツバイランスの。うまいっすよ、ほんとに。ほんとに大ファンですから。日本一買ってますからね。ね。ほんとに。はい、ということで、この動画上がってる頃にはまだ伝統の話出てるかわかんないけど。まあ、まだじゃない。まあ、ぼちぼち、こういう企画もできなくなる前にね。そうだね。いろいろまあ、やっておこうかなと。やっとこうとね。まあ、次のぶっこりは何なのか楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、カルトミの皆さん。はい、ということで、オカルトアンダーゲーム未来はこういうね、他のカードゲームみたいなのが誘発そうなんだよね。難しいんですよ、1個間違えると即死です、ね、はい、というね、すごい面白いので、ぜひ友達やってみてください。面白いです。